血のりのラジオ深夜便、この世のどこかにあるという怖い本を扱うお店から毎回素敵な恐怖情報をお届けしています。怖いものが好きな人も、これから知ってみたいと思う人も、様々な本や映像作品の話をしていきますので、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。こんばんは、血のりです。こんばんは、店長です。こんばんは。ほんのろマラソン、はい、はい、今日は本当にあった呪いのビデオ6です。6ですね。スペシャルに続いて6です、はい。うん、ビデオテープが出たのが2000年の10月22、うん、で DVD が2003年の10月24に出てます。はい、はい。構成はおなじみ中村さん鈴木さんタッグで、うんうん、これがね、意外なことなんですけど、うん、はいはい、2000年の本呪の中で唯一プレーンな回。プレーンな回 とは、あ、番号ものってこと？そう、2000年のね、最初が4なんですよ、うん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 、4が病院編書、うんうんうん、5が学校、うんうん、でその次スペシャルがあって、うんうんうん、で6で、この次樹海スペシャルが入って、それで2000年が終わる。そっか、なので、何もなんとか編もないってことですね。そう、一工夫入っていない、うんうん、プレーンな唯一の回だから、2000年は割と試行錯誤の年だったんかなって感じで、バラエティ豊かな年だったんだね、うん、2年目に突入した本のろ試行錯誤の年。ちなみに樹海スペシャルはまだ手に入ってないので、うんうん、まあ無理だな。ほんのろマラソン2000年最後の作品としてやる感じになると思います、うんうん、ほんのろ6、はい、プライム、今回私はいつも配信というかサブスクとかで見てるんだけど、うん、プライムビデオに6はね、ないんですね。だからニコニコ、そうなの、動画で見ました。でニコニコは呪いのビデオチャンネルっていうのがあって、有料なんだけど、うん、月額300円でも見れるし、え、なんかね、公式のやつ、あとは単発、あ、公式っぽいんだよな、これ。公式っぽいんだよね、リオノイドビデオチャンネル、うんうん。なんか予告動画とかも、こう、チャンネルのホーム画面にはいっぱい並んでるから。うん、へぇ、ね、公式じゃなくてさ、お金取ったら、やばいよね、多分。うん、やばいわ。そうだと思う。公式が、うん、そう、単発だったら、あの単発で1週間見ることもできるので、私はそれでニコニコポイントみたいのが溜まってたんで、それで見ました。めっちゃいいね。ね。うん。しかし樹海ちゃんスペシャルもある？あ、でもないや。いや、ない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 。これはないんだ。いや、そう思うと樹海スペシャルは本当にあれだな、うん、まさに発掘の旅に行かないといけないって感じだね。うん、店長は相変わらずビデオテープと DVD で見てます、はい。ジャケどうですか？ジャケは今回はいつもの日本人形がむっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってる。すごい。顔の彫りが深くなるぐらいに怒ってます。しかめてるってこと、顔。うん。で、おなじみの上の目もいつもよりこうカッて見開いてる感じがする。なんか全体的に気合を感じるジャケになっております、うん、なるほどです、うん、はい、そんな感じで、はい。でもプレーンな回とは言ってもさ、一発目がスペシャルの続きだよね。そうなんですよ、続ニュース映像の回、うん、うん、スペシャルのニュース映像の回の続編なんだけど、そもそもニュース映像の回ってパート5の父を呼ぶ声の続編でもあるので、うんうん、こう3巻にわたってお話が展開してきた、うん、ニュース映像の回で、あの鬼門屋敷、うんうん、鬼門屋敷と呼ばれるいわくつきの廃屋を調査して、で、まあ、夜中に侵入するんだけど、まあ、ラッポーとかすごかったよね、うんうんうん、それはスペシャルで話してるんで聞いていただきたいんだが、でその過程で実はいろんなところに霊が映っていた、うん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 、見た人からむっちゃお便りが届いた、うんうんうん、でその検証をしてると、うんうんうん、
だからスペシャルがね、その過去の作品の続編集っていう感じだったでしょ。で、うんうん、さらにその続編をやってくれるというありがたさ。そうだね。なんか前回ちょうどその後の父を呼ぶ声のに映ってたものをスペシャルで見れるって幸せだよねっていうことを感じてたんだけど、うんうん、そのあの時映ってましたっていうのをもう一回見れるっていう、うん、今でいう YouTube のコメント欄にあの、うんうんうん、配信してる時はご本人たちは指摘してないんだけど動画内でこう視聴者さんがコメ欄とかでその気づいた点を言ってくれて、うん、さらに検証動画が上がるみたいな、うん、一粒で二度おいしい感じをなんかビデオでやってくれてる。まさにそれ、お手紙でお知らせするのか、ね、コメントでお知らせするかの違いだよね。見た人が、ね、その3段階目が見れるっていう、うん、嬉しい。今さ YouTube はさコメント欄でさ、前も店長がコメント欄隅々まで見て、うん、あの何秒に何が映ってたみたいなの見直すとか、うん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 、あとみんながこう見てる、ここをみんながリプレイしてるみたいな、あの波形のところのどこが多いかっていうのをチェックするみたいな話してたと思うんだけど、うん、今回もさ、視聴者さんからの手紙が何枚か紹介されるじゃん、うん、あの映像の中で、うんうん、それがすごいね、よかった。あの手紙割と私一時停止してじっくり見ちゃったんだけど、うんうんうん、あそこのどこに顔が写っててとか、手書きで、うん、あのその顔のさ似顔絵描いてくれてたりとかして、なんかお手紙ならではの楽しさがあったなと。ね、手紙ね、一時停止してね見てほしいです。みんなめっちゃ見てるよな。なんか一個も気がつかんかったわ、うん、スペシャルの時全然気がつかんかったし、いっぱいいっぱいあった、ね、いっぱいあった、ね、いっぱいあったんだ、ここにもすごいな。本当だよね、うん、あとやっぱこれ節子がもう一回出てきたっていうところが一つ、はい、霊能者ね、節子、はい、節子が解説してたね、本土の取材班とこ行って、ね、そうそう、しかもあの、うん、私さ今回ニコニコで見たじゃん、だからコメントが流れるよね、ニコニコ動画で見てると、うんうんうん、でそれが節子が出てくるともう私はうわ節子だって思ったんだけど、コメントがね、うん、節子のコメントが雑っていう、そうか、繰り返してるだけやんみたいなコメントもあってこれって幽霊ですかねって、幽霊ですねみたいなさそうか、まあそう言われたらね。ね、なんか私はちょっとそっとねコメントを非表示にしたよ、うん、ニコニコの節子好きにしては。そうそう、私節子さん好きだから、うん、ピッて、うん、節子いいよね。そうそう、なんかこれですごい私が店長と話したかったことはですね、うんうん、今回プロデューサーさんが出てくるってことです。あー本当だね、この大橋隆なのか浩二なのか、それは全く気がつかんかったけど確かにレアだ。っていうか初めてじゃない、スーツ着てる人だよね。そう、すごい割としっかりしたちゃんとしたビジネスマン、うんうんうん、まあプロデューサー感あるよね。うん、ある、うん、でも中村さんより若いか同年代ぐらいかなっていう、うんうんうん、なんかそんなに年配の男性ではないよね、うんうん、っていう。あこれでも結構本能的に大きいかな、プロデューサーが姿を現すって。これってクレジットにも出てきてんのかな。あクレジットには出てると思うよ。大橋さんはずっと出てる、クレジットには。そうなんだ。だからその大橋さんが初めて姿を現した回として顔出ししたってことか。うん、へえ、すごい。それはすごい、それはすごい着眼点ですよ。かっこいい人ですね、うん、そうなんだ。私今店長と話すまでさ、うん、これ本当にプロデューサーなのかなって思ってたからね。いや大橋さんはずっとっずっとずっとクレジットされてるよ。おお、そうかそうか、うんうんうん、すいませんでした、土下座です、うん、っていう。結構でもこれはさらっと終わるよね、映ってましたって、うんうん、そうね、うん、まあでもその映ってましたってのがすごい嬉しいっていう回です。でした回です。で次が再生できないビデオテープ、うんうん、これは交通事故を起こした車の中で撮影された映像、カップルが映ってて同乗していた彼女さんがその事故で亡くなってしまうと、うんうんうん、でその映像に何か映ってるんだけど、それ以前に不思議なのが
その撮影したカメラでしか再生できないんだよね。うんうんうん。他の、ハードで再生しようとしても再生できない。うん。その事故当時に映してたカメラじゃないと再生できないってところがまず不思議だよねっていうのがあって、うんうん、でさらにその映像に、まあ、女の人の顔が映っているという話、うんうん、その彼女さんがデートの時にビデオ撮るのが大好きで、この日も浅草で遊んでる時にビデオずっと撮ってて、うん、で帰りの車で撮ってるんだけど、うん、結構その浅草で遊んでる時にも画面に赤い線がビビッと何回か入ったりしてて、ちょっとあそうなんだ不気味な雰囲気ではあり、で事故の瞬間も映ってて、うんうん、でそれであこうカメラがこう壊れたのか分かんないんだけど、暗転した時にあの人の顔が映ってるということなんですが、うんうん、これねすごい覚えてる、リアルタイムで見た時、これむちゃくちゃ見る前緊張した覚えがある。へなぜかっていうと、こういう事故の映像って店長むちゃくちゃ苦手で、あ前も言ってたもんね、ホラー映画とかスプラッター映画とかそういうグロいやつはもうニッコニコで見るんだけど、うんうん、本当のやつは絶対に無理。あ確かに、あの食人族でさ、うん、食人族でこう食人族が人をこう殺していくシーン、うんうん、最後の方の、うんうん、ああいうのもニコニコしながら見れるんだけど、あの途中でさ本物の亀を解体するシーンあるでしょ。えそうなの、忘れちゃった、あれは無理、ああいうの無理、うん、いや確かに私もさ、うん、ラストエンペラーで子供の頃のフギがさ飼ってたネズミを、うんあの王国の扉に投げつけて殺すシーンがあるんだけど、しかもかわいがってたのに、うん、そのシーン本当トラウマだもん。それでも作り物でしょ。作り物、え本当のカメなのそれ。食人族のやつ本当のカメ。それは怖いね。いや作り物って分かってると、そのサラストエンペラのシーンも多分ニコニコして見ると思うけどそうなんだ、店長のゲージめっちゃ殺されてるやんみたいな、うわめっちゃくるろみたいな感じで見えるけど本物のやつは無理で。そっか、あのね大学生の頃に、うん、で店長って割と全校朝練の時に気を失う子供だったんだねいたな、そういえば全校集会の時にバッタバッタ行くタイプ、うんうん、で気を失うので時々血が足りないんだろうね。そう、自分が気を失ううん、瞬間ってのが分かるのよ。気を失う瞬間っていうか、あそうなんだ、気を失うゾーンにそろそろ来るなみたいな、で今気を抜くと絶対気を失うっていうゾーンに入ってるのが自分自身で分かって、他の人は経験したことないあるあるみたいな話だね。で自動車の免許取る時の教習でさ、うん、事故映像見せられるでしょう。うんうんうん、それが本物なのか作りなのかわからないけども、その時の店長はえ本物の事故、うん、って思って見てて、うんうん、でそれでめっちゃ気分悪くなって、うん、気絶ゾーンに入ってやばいやばいってなって、気絶ゾーンに入った状態でちょっとでも気を抜くと、うん、もう本当にスンってブラックアウトしちゃうから、へ気がつくとベッドの上みたいな状態になるので、その教習所の教室でそういうゾーンに入ってしまって事故映像を見て、うん、やばいやばい、こんなんで気を失ったダサすぎると思ってかっこ悪すぎる、耐えろで自分の腕のさガーってつねって、これで気絶しなければもうこの腕の皮膚がちぎれてもいいと思いながら確かにちぎり取れてもいい、事故映像でね、そう気絶するのはちぎり取れてもいいからここで気絶するのだけは避けたいと思ってグーッてしてもいいと思うけどね、今油汗すっごい油汗みたいなんで、なんとか耐え切ったっていう思い出があって本当に苦手、本当にそういう本当のグロい本物の映像は本当に苦手で、だからね、ほんのろリアルタイムで見たときに、う
うんうんうん、えっと思って自己映像ってなったからめっちゃドキドキした。なるほど、あ、うん、そういう意味ではさ、ちょっと安心な自己映像じゃない、なんかキャーキャーみたいな感じで終わるじゃん。あれあれ安心どころかさ、あれ人が死ぬ事故本当に。うん、絶対死んでないと思った私は。絶対このカップルが悪ふざけでやってる。うん、あ、よかったよかった。でも店長の心臓とさ、その血液がこうさーって引く感じで守られたね。そう、これ結構リアルじゃないなと思ったけど、リアルだったら店長は気絶してたわけだから。気絶してたね。よかったです。なんか、うん、こういう怖い本屋とかやってるとそういうの得意って思われがちなんだけど、うん、一回その本のイベントで出展した時に、うん、なんか隣のブースの人が、あの千鳥さんにちょっとお願いしたいことがあるんですけどって言われて、うん、なんか樹海の本を写真集買ったんだってその人。はいはいはい、で思ってたのと違ったから、うん、あの千鳥さんにもらってほしいんですって言われて、ああ樹海、ああ全然いいですよと思って、もらいますよって言って、ありがとうございますとか言われて、ああこちらこそすいませんみたいな、うん、でもらって、もう樹海のその写真集を見てたら、うん、途中に、うん、普通の樹海で発見された死体、遺体、本物遺体の数々が出てきて、思ってたんとちゃうよ。俺もちゃうよと思って。無理。言うてそれ。言っといて、あ、でも店長大丈夫と思われたんだろうね。おどろおどろしい戦慄な本ばっかり売ってるこの人しかいないと思って託す気持ちだったんだろうね、うん、お隣の方は。しかし本物もダメだ、ね、まさかね、やっぱ本物、いや私もそうだもん、うん、ロマンを感じないから。でも苦手だからな、血が出るやつ苦手。作り物ダメ、ダメダメダメなんだ。うん、まあなんかそこにそれしかなければ、うん、ラブコメとスプラッタがあれしか見れないよっていう時間があったらスプラッタの方選ぶけど、うん、そっか、うん、そういうのは全然平気、ニコニコする。資料の腹渡とかも大爆笑しながら見るよ。大爆笑できぜ。あ、でも私もそれだ、うん、資料の腹渡いけるかな、人間が、まあ、あの、うん、ナタを振るい続けるやつが苦手って、まあ、ちょっとすいません余談でした。ちょっと戻ろう本筋に。戻ろうか、よしよしよし、はい、じゃあ次は肺病院。肺病院はこれ肝試し映像だよね。肺、うん、病院で肝試しをしている若者グループが撮った映像、うん、途中でおっちゃんの声がね聞こえるのね、うんうん、でそこの何か若者たちはおっちゃんに、そこの管理人みたいな人に何か言われたんじゃないかと思って、うん、そこを見ると誰もいなくて、うん、ギャーってなって逃げるっていう映像、うんうんうん、まずこれ検証というか、投稿者さんとズッチと一緒に現場に行くっていう映像から始まるんだけど、この投稿者が伊藤さんと藤沢さんっていうスポーツマン風のなんか爽やか若者で、うん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 、心霊スポットの滝を見に行くんだけど、まあそれとは違う方向に迷って行ってしまい、で、たまたま出会った病院にこう入ってしまったっていう。滝だからもしかして八王子なのかな？違う、あれね、神奈川県の川崎市、結構有名な、そうなんか、稲田登戸病院っていう。へぇ。だから千鳥さん、近くないか。川崎市なんだけど、ね。でもさ、一時期川崎に住んでた登戸。うん、らへんの麻生区みたいなところにいて、そんなに遠くなかった、うんうん、登りとも当時車乗ってたからしょっちゅう、そこ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 通ってた気がする。そこそこ、うん、でももうなんか取り壊、今はもう取り壊されてないみたい。あ、そうなんだ。この肺病院すごいいい感じだよね、うん、あの、うん、カメラを止めるなって映画あるじゃん、あそこのなんかロケ地にさなってる場所すごい好きなんだけど、うんうんうん、それもなんか思い出させるようなうっそうとした森の中の肺病院で、うん、あの長い廊下が印象的だよね。あの長い廊下なのかな、あのこの後の本能にも出てくるよ。 あもしかしてさ生首浮いてるやつ、うん、そう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 、あれすごい好きだったから、あれこれかなと思ったら違ったから、ね、そう、あれ同じ場所、同じ場所なんだ、うん、ちょっとその回も楽しみにしていこう、うん、その回もまたね必ずやってくる回なので、
でもいないんだね、もう。うん。そうか。これでも個人的に逃げっぷりがパート1の大学校舎にてを彷彿とさせるなと思って。うんうん。これはあれだよね。うん、こう霊がいる、霊じゃないって気づく瞬間を楽しむシリーズって感じ。うん。人間？人間いないみたいな。そう。わーっていうこのそこの瞬間ってホラーのさ醍醐味の一スポットやん、うん、まあでも今回の映像は映像幽霊が映ってるんじゃなくておっちゃんの声が入ってるってだけなんだよね。うんうんうん、ね、何しに来たのっていう。そう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 、だからあすいませんみたいに言ってから消えてて、うん、あれさっきのおじさんはってなってわーってなるまでがなんか映像のハイライトだよね、うんうん、そうそうそう。でも何しに来たのはさ、うん、なんか割と引っ張って最後に流れるじゃん、うん、うんうん。割といい人そうだった、優しい感じではある。この人どうやら作業服のおじさんなんだよね、うんうん、本人たちの証言によると。でも作業服のおじさんって本当に前回の一乗寺階段もそうだけどおじさん幽霊界の割とこの定番テンプレの人だなのかなって。白い服の女とかさ赤いワンピースの女とかさ、うん、おかっぱの女の子とかいろいろあるじゃん、うんうん、あの幽霊といえばこれよねっていう、うん、意外と作業服の男って市民権得てるなと思った、うん、確かに作業服着がちだね。着がちだよね、うん、なんか苦労してるってイメージがあるのかな。うん、あとね私あれだ、どうでめっちゃどうでもいい本当に、うん、あの LED 懐中電灯じゃないじゃんこの時代、うんうんうん、あの電球のさ懐中電灯って照らした時に照らしたあの光の感じが目玉っぽく見えるの分かる、うん、はいはいはい、あ思った思った、そうその目玉が怖かったな、うん、逆にずっとその懐中電灯の目玉映ってるから、うんうんうん、そこに映るんだと思った私。そっか LED はああいう感じにならないのか。なんかね光の輪みたいになって、うん、あとスポットって感じになってあの、うん、輪が できないんだよね。うーん、そう、あと逃げっぷり靴の紐ほどけてるっていうところもまあまあ好きかな。あ好き好き、あの辺もリアル、うん、ね、なんか怖いことをちょっとごまかしたい心理みたいな、うんうんうん、あの逃げる時に投稿者さんが叫んでるらしい感じなんですけど、うん、でもそう作業服の男のこの感が、うん、ここではあれなんですね、病院管理人の方で働いてた看護師さんみたいな人の証言もあるんだけど、どうやら結核患者が多かった病院だから、うんうんうん、管理人の人もあの結核にかかって亡くなってしまったみたいで、うん、その人なんじゃないかということを匂わせて終わるっていう、うん、結核ネタも多いな、ね、作品でした、うん、肺病院と結核、ね、結核はセットになることが多いよ ね。やっぱりなんかおどろおどろしさが結核ってあるもんね。そんな肺病院ものはやっぱ好きだから一作品として、うん、よかった。はい。じゃあ花火。花火。花火。わからんかった。花火は、あ、わからんかった。うん。心の目で見ないとわかんないシリーズ。これ結構はっきり映ってたけどな。え、そうなの？ 4 回ぐらい見たけどわかんなかった。うん、そっか。まあこれは花火大会の様子をビルの屋上から撮影したっていうすごいシンプルな映像で、うんうん、まあそこに。あの夜空に女の人の上半身かな、なんかドーンって映るっていう、うんうんうん、まあこれはあの個人的にはもう怖い感じしなくて、うんうん、ああなんか幽霊も花火見たいよなっていうしみじみみたいな感じ花火綺麗やばい全然見えてないな。これはまあ風情の、うん、風情のある映像だと思います普通に。なるほど、本当にあった風情のあるビデオ、風情のあるで次のビデオレターもいい映像だよね、うん、これ確かに風情があるシリーズかもしれない、うんうん、これは、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに宛てたビデオレターなんかな、なんか自分の投稿者が自分の子供を、うんうん、まあ、お孫さんだよねの姿を見せようと思って撮影した映像で、うんうん、でその1歳やっけあの子供、
お子さんの胸のところに猫ちゃんの顔が出るっていう、うん、うん、なんか本当こうやって説明しただけでもね、うん、ほっこりする、ほっこりするしかない、孫の胸に猫ちゃんが映ってる、うん、呪いのビデオなんて言ったらダメでしょ。そうだよね。しかもそのさ、うん、呪いの猫でもないっていう裏付けもあって、うんうん、猫ちゃんは孫が生まれるのと入れ違いで亡くな事故で亡くなってて、うん、だから守ってくれてるのかなとおばあちゃんは思ってると、うんうん、猫ちゃんもね見せたいもんね、ここにいるよ、ね、うんうん、そうだよ、うん、あ、そうだよね、うん、僕もいるよっていう感じで、うん、まあ、映りたい。しかも映ってる場所がいい、うん、あのなんか 胸元孫のめちゃくちゃいい位置に、そうセンターにガーンってこうセンターに来る、よく子供が着てるあのセーターに、うん、クマの顔とかが乗ってるゾーンにちゃんと位置っていう、そうわかりやすく、うん、よかったっす。これ猫ちゃん、1歳のお孫さんがさ、バナナが好きなんだよね。そうだよね。でバナナって2本食べれる。そうそう。でバナナって多分普段は言えるんよ。バナナってあの言葉でバね、バーまでしか言わんのよ。でバナナ聞きたいのにと思ってこっちバナナ言って。そういう時に限って言わないんだよね。うん、いつも言えてるやん。でバナナ聞かしてよと思ってね。そうおじいちゃんおばあちゃんの目線になって。目線になっちゃった。うん、あとこれは余談だけど、ビデオレターってタイトルでしょう、うん、ビデオレターって言ったら実はもう一本ほんのろの中ですごい名作の映像があって、あ、同じタイトルなんだと思って、うん、へえ、うん、割となんか実は同じタイトルのやつあるのかなと思った。そうなんだ。あ、でも私の中でさ、うん、今まで見てきた直近のやつだと、うん、あの彼氏がさ彼女に送ってるビデオレターあるじゃん、うんうん、すごい辛いやつ、うん、ギャグがしんどいやつね、はいはい、あれじゃないんだ。あれじゃない、あの女の子がさ後ろにいるやつ、めちゃくちゃ名作、あ、そうなんだ。それも同じビデオレターというタイトル、お、まあそれもいずれやってくると思う、ね、うん。そして次は序霊。はい、まさかの序霊。そう、節子が投稿、節子がね、そのニュース映像の回で鬼門屋敷で大活躍してくれた霊能者節子が持ってきてくれた映像で、いやでもさ、これ節子さ、うん、最初あんだけほんのろニュース映像の回の時に、うん、こんなもんで商売しやがってみたいな感じで批判してたくせに、そうだよね、今むっちゃ仲良しじゃないそう、まあでも仲良くなる予感は、うん、そう、まあ、してたもんね。そうだから仲良くなって、いや、 やばい映像あんねんみたいなノリで、そうそうそう、今度持ってくるわみたいな感じで持ってきたでしょ。しかも今回さ、うん、本当にその節子さんと取材班と節子さんの助手で単純に鑑賞会をしてるような映像が流れる。あ、これですか、そうそうそう、これこれみたいな、この時なあんたもこうだったよね、そうなんですよみたいな、気合い合いやんか。単純になんかトーク会見せられてる時間だよねこれは、うん、うん。でさ、なんかむっちゃ映ってるでしょ、しかも。その一本の除霊映像の中に、ここ、そしてここ、そうそう、ここ、そう、確かね、6個ぐらいあるよ。そう、6箇所ある。ね。だから、うん、構成としては、この鑑賞会の構成としては、節子によるこの6個あるよっていうのを事前に言った後、それをこう順番にガンバンバンバンってこう、リプレイが連続で映って終わりっていう。うん、なんかまあ怖いというよりかは、節子と取材班むっちゃ仲良くなったなってしみじみ思う映像。そうなんだ。そう、映ってるもん、うん、その6人6ね、なんか 6人の仲間たちみたいなさ、うん、霊現象たちがいるじゃん。そうそうそう、うん、で私はそれが最終的にさ、こう並んで一個ずつ映るじゃん。うん、その時のなんかその効果音もさドゥーンパンそう毎回それぞれのその6現象たちに合わせた効果音がこうちゃんとつけてって、そうそう、ここもなんかね仲良しグループのね、うん、いいノリを感じたわ。いい一工夫を入れて、なんか同じ音声使わないんだよねそうそうそう、こんな効果音も持ってたんだって、うん、結構ほんのらさドゥーンとか
ゴゴゴゴゴみたいなよく見てたんだけど、うん、パーンとかシュイーンみたいな、なんかガンダムの効果みたいなやつも使ってて、そう3つ目ぐらいからあれこれちょっと SE 変えてきてるなって気づくよね。で次は次どんな感じ次どんな感じっていう風に見てしまう見てしまう。これは、うん、まあ、個人的にそのね6仲間たちの中で一番好きなのはね、うん、犬かな。あ、犬だね。顔、うん、手とかいろんな子たちが出てきますけど、うん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 、私はステレオのガラスに映り込んでるワンコ。店長はね右上のやつかな。あれそれがワンコやっけ。右上のやつ顔、ね、右上のは顔じゃない。なんか除霊界を覗き込んでる顔でしょ。そうそう、途中でさウィーンって出てきて、うんうんうん、ずっといるよね。いるいる、うん、まあ、最後の確か鳥を飾ってたよその子は、うん、そうそうそうでバブーンみたいなSE つけてもらってた。なんか六感あんまり怖くないな。大丈夫かな。怖くないね。まあ、あと私節子さんがもう落ち着きがなんか助産師さんと似てるなって思って、うん、こう除霊中にさ その除霊相手の女の人をこうよし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 ってやってくれてんだけど、うんうんうん、この節子さん元助産師だったのかなっていうぐらい落ち着いてて、うん、なんかまた出てきてほしい、ね、ますます好きになりました、うん、節子いいよね。あの初期の名物キャラと言ってもいいかもしれない。うんうん。で次がオーディションビデオ。はい、うん、これはすごく Y2K な雰囲気をたたえている女子2人が出てきて、うん、その2人が何かのオーディション用に撮ったビデオ。そうだね、うん、カラオケボックス で、うん、撮ってる。でその背後に何か人の髪の毛のような黒いものがちらっと映るっていう。これはねなんかすごいねあからさまじゃない、本当にチラッと映るだけなので、うん、すごくリアルな感じがある映像、ね、女優霊のさ序盤でチラッとちょっと女の人の頭が映るみたいなシーンを思い出させる、うんうんうん、本当に映像的にはリアルで怖い一瞬ではあった。 その背後に映る何かにはそのものはそこまで怖くないんだけど、でもなんだろう、うんうん、なんかそのすごくねなんか本物っぽい、ね、タイミングというか、うん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 、いやこれオーディションが何のオーディションかは分からないっていう謎がある岩田奈々子さんが、うん、という方が映ってるんだけど、うん、それを友達が映してて、まあ、2人でなんやかんや話しながら、多分これ本番じゃなくて練習なんだよね、うん、きっと。ああなるほど、うん、なんか次なんだっけとか、うん、いやその理由やばいってとか言ってんのよ、うん、で趣味をさ最初はなんかあの趣味は寝ることって言ったんだけど、これやばいかな、うんって言ってお買い物と犬の散歩でって言い直してるんだけど、うん、なんか女目線から言うと、うん、もうこいつらってイラリズムそうイライラすんのちょっとイライラした。でもクラシックバレエやってて特技はで将来はミュージカルをやりたい、うん、で美空ひばりのような21世紀に残したいと思ってもらえる歌手になりたい。あ言ってたな。出たでしょ。で私は、うん、へえ歌手かと思ったら、うん、どうやらその次に何のオーディションかがうっすら分かるんだけど、うん、次なんだっけって課題演技やんなきゃいけないよってこう言われるんだよね、あの友達、うん、で課題演技かってさあその奈々子さんが言うんだけど、うん、あれじゃあ女優さんのためのオーディションかなって思って、うん、そうすると、うん、美空ひばりを目指しておいて女優にも手を出すってどういうこと、うん、で朝ドラを私は最近見終わったとこだから、あのね笠置静子だってこう、うん、両立することをさ、うん、あのストイックに考えて、うん、いっぱいマイクを置いたりまでしてんのに、うん、こいつ説教したろか、うん、あとそもそもエコーを聞かせすぎなんだよマイクのとか思って、あのそのなんかねまがまがしい例のせいかもしれません、うん、めっちゃ嫌ってるやん千鳥さんあの二人のこと。そうなんか説教したろかっていうテンションで入っちゃったこれ。そうか、 そうですね、そんなにノイズになるような感じだったんだそこまでそうでも最後のやっぱ映像は怖かったので、うん、やっぱり奈々子さんね
ちょっと心配になった。その瞬間ごめんねって思った、うん、あ、そっか心配してくれるんや。そうだ、背後からさ、菜々子さんの肩越しに見えるじゃない、髪の毛が。うんうんうん、あれはちょっと心配になったので、その後もね、元気、でも元気そうに取材班に答えてたので、うん、菜々子さん、菜々子さんも気づいてたよね、なんかね、何かおかしい、そうそう、雰囲気おかしいってとこに、うん、ないって言い張ってるけど、うん、なんかやだ、後ろから見られてるって、そう、背後をチラチラ気にしてる。そう、これは怖くはないんだけど、うん、なんか結構見どころのある映像だったな、うん、オーディションビデオは、うん、はい、はい、で次がレインコート。これはみんなでバーベキューしている映像、うん、で河川敷公園みたいなとこで、うんうん、これバーベキューの映像には特に何も映ってないんだよね。うんうんうん、うん、でこの後にみんなで盆踊りに行くと、でそこに黄色いレインコートをした子供らしきものが映ってるんだけど、うんうん、投稿者曰くそのバーベキューの時にも黄色いレインコートを、着た子供を見たし、うん、その後の盆踊りの後の帰りの車の山道にも黄色いレインコートを見たと、うんうんうん、ついてきてるのかもってことだよね、うん、これどうでした？ついてくるのがまず怖いよね。映像の話で言えば、うんうん、最後に盆踊りの時にやっぱついてきたその子供がいざ映像に映っているんだけど、本当にしっかりレインコート着てて、で顔が真っ黒だったと思うんだけど、うん、それがすごい怖かったな。黄色いレインコートの子供って割と定番のいでたちじゃない？うんうんうん、そんなことない？やっぱ傘を差した赤い傘の女ぐらいさ、雨の日の幽霊といえばのラインナップに入るよね、うんうん、黄色いレインコートの子供。入るよね、割と、うん、あと長靴。黄色いレインコートですごい思い浮かべるのって、あれ小野冬美さんの奇談百景にレインコートっていうタイトルの話が入ってて、うん、それ小説の方、そう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 、へ、うん、まあ奇談百景なんて小説なのか実は書いたんなのか、まあ、よくわからないトーンで書かれてるんだけど、それもその黄色いレインコートの子供が追いかけてくるっていう話で、それむちゃくちゃ怖いので、そうなんだ、うん、私奇談百景読んでないや、あの映画映像映像の方はそうそう見てたけど、むっちゃいいよ、あの本当にね、追いかけられてちょっと追い詰められるぐらいの感じまでになるんよ、黄色いレインコートの子供に。それが怖い、おすすめ、おすすめだし、ちょっとこれ余談になるんだけど、今奇談百景って限定でちょっと表紙が変わってて、うん、おこれこれ出てる、おお、なんか漫画っぽくなってるね。そう、これあの光が死んだ夏って漫画わかる、うん、あ、わからない。あの黙々連先生が書いてる、黙々連っていう人が書いてる、うん、光が死んだ夏っていう、今4巻まで出てるんだけど、うんうん、もうちょっとしたら5巻出るのかな。あ、へえ、続巻中の漫画か。これめちゃくちゃいい漫画で、その黙々連先生が書き下ろした表紙、そうなんだ。じゃあでも新装版で出てるってことだね。新装版なんだけど、多分これ限定で、うんうん、多分前、もうちょっとしたら前の表紙に戻る気がする。期間限定だけなので、これもう店からなくなりつつあるぐらいの感じなので、へえ、うん、小野冬美ファンは奇談百景2種類の想定で揃えたいって人は早めにゲットした方がいいかも。あの映像の方は本当にファンだから、でも小説に思いをね、うん、本当不思議なほど至らせてなかったから、めちゃくちゃいいタイミングで至らして、ちょっと新装版の方読んでみようと思う。小野由美先生はむちゃくちゃ本能のファンなので。え、そうなの？むっちゃ本能好き。へえ、うん、それは知らんかった。だから、まあ、多分ないかないと思うんだけど、うんうん、ここの引き団百景に入ってるレインコートの話はもしかしたら本能のその、うん、あ、可能性ちょっとあるかそう、着想を得ている可能性はだったらかなりロマンがあるな、うん、なんかあのホラーゲームのさ、リトルナイトメアっていう人気のタイトルがあるけど、うんうんうん、それもレインコートの子供なんだよね、まあ、それは幽霊ではないんだけど、うんうん、ゲームだとね、あのゴーストワイヤー東京にも黄色いレインコートを着た子供を模した敵が出てくる。そうなんだ、うん、
うん、なんかそう思うとそういうさ黄色いレインコートの系譜を裏切らない彼ですね、うん、この映像も、うん、なんだけど個人的には、うん、なんか黄色いレインコートがついてくるっていう話なら、うん、その最初のバーベキューしてる映像にもちょっと映っててほしかった。これ映ってるのかな、もしかしたら。いやでもさ、私もそう思って映ってないよね。うん、見直したけどね、映ってないんだよ、映ってないか。まあ、河川敷でバーベキューってさ、またほんのろに限らずなのかもしれないけど、うん、この映像、うん、なんていうの、怖い投稿映像にありがちシチュエーションじゃん、うん、と思ってすごい見たけど、うんうん、なんかないんだよね。あ、ないか。映ってんのかな。ちょっともう一回見てみよう。そうだね、だって一箇所しか映ってないもんね。そうなのよ、うん、もう一箇所映してほしかったなっていう。そうだね。そうすればなんか、うん、もう一箇所何かで黄色いレインコートにゾッとしたかったかな、うん、ちょっと食べ足りない部分はあるね、うんうん、はあ、まあ、でもよふゆみ先生でちょっと腹を満たすかもしれません、うん、この後投稿で読んでください、むちゃくちゃ怖いんで、はい、そして次がパート3より、これがなんか私は6のハイライトだな、うんうん、パート3、録音スタジオで収録した音声に声が入ってたよっていうエピソードがパート3にあって、うん、もうすぐですってやつね、うんうんうん、これはパート3の時にも話したけど、大人計画の細川徹さんが投稿者役で出てるっていう、うん、うんうん、そうだよね、エピソードなんだけど、まあ、その続き で、うんうん、で次はその、声を発している人らしき幽霊の映像が撮られたよっていうお話で、投稿者はアニメ制作会社のプロデューサーで、そのアニメの制作過程を記録したメイキングビデオで、うん、そのブースの中に、うん、そのアニメのナレーションの録音で当時有名だったグラビアアイドルという人が入っていて、うんうん、でそのグラビアアイドルが体調をブースの中で崩し、そのまま入院、うんうん、しかも亡くなってるんよね。亡くなっている、心不全で1ヶ月後に。でそのブースの中に人影がという映像。まず私はこれがその続編として取り上げられてるの知らなかったから、前聞いてたかもなんだけど、あ、うんうん、これまたやるんだって思って、その時にさ、うん、店長がそのもうすぐですの言葉の背景は、うん、工藤官九郎、大人計画の工藤官九郎が当時はそこまで有名じゃないんだけど、うん、このもうすぐですが撮られたタイミングの以降、うん、もうすごい飛躍の年だったから、工藤官九郎がのブレイクもうすぐですっていう意味なんじゃないかという考察を言っていて、しかもさ、それを考えながら店長がさ、家への帰り道をチャリンコ漕ぎながら、お、もしかしてもうすぐですよ、工藤官の話かと思った瞬間にパーってこう顔面を眩しい光で照らされて、それが生命神社のライトアップだったっていう、うん、目をつぶされたんだよそうそう、お前何考えてるんだちょっと目を覚まさせられるっていうところをさ、うん、思い浮かべて、うん、あ、店長あの時のね、うん、工藤官九郎もうすぐです説をここで明かされるんかなって思って超期待してみたけど、うん、そこはさ、大して明かされないよね。あのもうすぐですがどういう意味かっていうの、明かされるわけないやん、だって店長の妄想なんだからいやでも工藤官の話じゃないよっていう、もうすぐですの真意ね、そ、うん、そうそうそう、その可能性をこう潰されて、うん、こうすっきりとこうできるかもしれないとか思ったんだけども、うんうんうん、そこは分からない。明かされる、明かされないどころかすごい嫌な、人が死ぬっていうね。そうなんだよ。でここさ、節子さんがさ、もう一回出てきて、うんうん、その映ってた顔が一体何なのかってことを教えてくれるじゃん。なんかその人の顔が一体何者なのかを、そのスタジオで昔から働いてるミキサー担当の大高さんっていう方がいろいろ話してくれて、うん、まあ、そこのスタジオ実は昔墓地だったと、うん、でしかも墓地でまあ移動してるんだけど、このスタジオを建てるときに、ただ噂では墓石だけを移動して、その骨とかはもうそのままここに埋まってるらしいっていう話を明かしてくれるんだけど、うんうん、
で、だから自爆霊かなと思いきや、節子さんが、いや、そうではないよと。これは自爆霊じゃないものを感じる、うん。で、地下2階にあるらしいね、このスタジオが。だから地下2階って霊の通り道になってて、うん、そこにいろんな霊が、通りすがりの霊が集ってしまい、たまたま居合わせた人に取り付いてるんじゃないかと。うん、で、そこにいた人の中でも特に気持ちが弱ってると、そこでリンクしてしまって取り憑かれてしまうんじゃないかっていう話をさ、うん、してるんだけど、で、私がちょっとね、思ったのが、これ結構登場人物が多いじゃん。その、うんうんうん、アニメの。いっぱい名前出てくるね。うん、ね、制作会社さんの、制作会社の人とか、ミキサーの人とか、うん、あの監督とかが。なんかさ、この三上さんだったのか、監督の沢村さんなのかがわかんないんだけど、なんかちょっとさ、うん、嫌な感じの人なんだよ。だと思ったのよ、うんうん、私、うんうん、なんかその背景を取材班に語ってる時もグラビアアイドルを使ったんだけど、うん、とか、まず使うってこと、うん、私は外注さんに対して使うって言葉を使う人嫌いなんですよ。 あと ADS さんが体調悪くなった時の話をしてる時も、うん、AD に行かせ、病院に行かせたんだけどとか、行かせる、うんうん、そうですか。で、S さんが、まあ、ナレーション下手くそなわけ。うん、もうしょうがないじゃん、だってグラビアアイドルなんだもん。うんうん、したらダメ出しするときに、とかさ、いいっすいっすみたいな。それはダメだね。ちょっと鼻の笑ってるんだよね、うん。で、ちょっともうちょっと頑張ろっか。で、二人いて、もう一人の方の人はちょっと盛り上げて元気づけようとはするんだけど、なんかちょっと嫌だな。この人が監督だったら、私 S さんだったら嫌だって思って、最初、その心不全も、うん、ストレスのせいなんじゃない？この体調悪いかったの。もうこのブースから早く出たいよ。うんうん、結構長丁場っぽい空気なの。あの、うん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 、話してる内容からも、うん。もうちょっと頑張ろうか、最後だけからっていう、うん。で、ストレスで体調不良になっただけなんじゃないかって最初思ったらさ、そのまま亡くなって、しかも、心不全だから、うんうん、まあ、例の仕業かって。思ったとこに、さっきの節子さんの考察があったから、うん、その直接的には取り憑かれてるけど、 S さんが心を弱らせてしまった原因は、まあ、パワハラなんじゃない、うん、なるほど。この三上&沢村コンビのと思って、もう拳をぶる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 。しのりさん怒ってんな今回怒っちゃった。どうしたんだろう。やっぱニコニコ動画で見たから、最初にすり込めたから、寝てしまったからかな。でもね、これちょっとしのりさん安心させるちょっと話をするんだけど、はい、本当ですか。このアニメのナレーションの録音って言ってるよね、うん、このアニメって何やろって思うよね。うんうんうん、うん、でこれちょっとヒントになるセリフがあって、うん、台本の読みをしてるときに、オメワンのコードネームを持つ JCIA の秘密工作員なのであるって言わせるでしょ言ってた、うん、オメワン、うん、オメワンってこれはオメワンっていう18禁のエロアニメなんです、はい、実際にあるん、うん、SF ロリータファンタジーオメワン最低じゃない。OME1。おー、なるほどね。ほうほうほう。SF ロリータファンタジー。まあ、アダルトアニメなんだけど。へー。そんなジャンルが、うん、それの実在するアニメの制作過程を、映像なんだが、うんうんうん、このアニメって1985年なのよ。あ、へえ。うん。にしてはちょっと映像新しいなっていう。ふむふむふむ。なので、まあ実際はというか、これはちょっと割とフェイクに近いものなのかな。まあ、あのパート3の段階でさ、大人計画の細川徹さんが、要は、そうね、中村さんと鈴木さんの大親友みたいな人なので、ね、うんうん、細川徹さんって、その人が友情出演的に出てきてるんだから、うんうん、このパート3か、これ全体はフェイクっていうのは分かってるんだけどね。ああ、うん、そうか、だから、うん、で、しかもこのオメワンは、1985年で、その当時パル企画も制作に関わってるアニメなの。へぇ、うんうん。だからまあそういうか、あの関わりがあるから、一応ここにまあ背景として、うん、なるほど、うん、持ってきたってのもあるんだと思う。うん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 。そっか。なので、千鳥さんが憤りを
感じているそのパワハラ感のあるプロデューサーも、うん、あれも SF ロリータファンタジーの違うかそのパルプロデューサーパワハラプロデューサー演出なのかもしれない。あ、それをさ言っちゃうとさ、うん、私の別のイラリポイントである、うん、いや本物だからというスイッチが店長に対してオンされる。大人計画細川徹さんが出てるんだよ。これはねそういうライトに楽しい、でもネタバラシされてる状態だもんねこれ。そう、細川徹さんがなんか細鉄徹っていうなんかよくわからん名前、うんうんうん、嘘の名前で出てるんだからね、やたら味のある人だもんね、うん、もうただでさえそうそうそう定物じゃない感のある。そうそうだそうだ、うん、S さんだってね実際にはなくなってないわけ。あ、ここはもうフェイクを。店長はねちょっと調べたんだけど、うん、オメワンのことを調べたんだけど、うん、監督の名前が違ってたので。あ、そっか、うん、なるほど。じゃあ本当に架空のというか、うん、アニメの収録現場なんだ、うん、なんならオメワンの VHS を買おうとまでしてたよ誰か見たかったので気になるな。でパル企画が関わってるんだもんね、うん、面白そうだよね多分。なかった。でもなかったんだ。いろいろ見たけど、まあ、85年は結構ないよね。なかった。確かに当時のやつって今ね手に入りにくいよね、うん、私も84年に出た TM ネットワークのアルバム、うん、なんか古本とかで買えるだろうって思ったらバカ高かったもん、うん、全然なくて。そうなんだ。だから84年ってもうつい最近のような気持ちだけどすごい前なんだなっていうね、うん、すごい前、まあ、めっちゃ余談でしたけど、まあ、とにかく店長はおめえは見れませんでした、うん、おめえはでもほんのろ好きとしては所有しときたいので引き続き探しておきます。はいはい。うんうんうん、あ、うん、そうだ。でもさちょっとおめわん作品じゃない、いや今これで言うと私はやっぱりしっかり怖いポイントもあって、うん、あのもうすぐですエピソードの最後に S さんが、うん、あの体調不良で運ばれる前に、うん、ナレーション原稿にメモを入れてさ録音してて、はいはい、そのメモが残ってるんだけど、うん、原稿があるから、うん、それを見るタイムっていうのがあってそこにナレーションメモが旧字体なのね、ね漢字とかが全部、うんうんうん、昔の人の書いた字、うん、で S さんは若いグラビアアイドルだから、うん、こんなの知ってるわけないのに書いてあるっていうことでやっぱりその当時のにいた例、うん、節子さんが言うところの通りすがりの例っていうのは、うん、この昔の人の女性なんじゃないかなっていう、うんうん、のを踏まえた上であの映像が顔が流れるやないですか、うんうん、どっちが最大だったかちょっと忘れちゃったんだけど、うんうん、結構ねその薄笑い浮かべてる顔がさちょっと笑ってたね、うん、そう、うん、ちょっとふふんっていう感じで、うん、だから S さんに取り付いてるだけじゃなくって、うん、そのナレーションを体験してたわけじゃん。途中からその人がナレーションをこうメモ入れながら喋ってさ、うんうん、だから薄笑いもなんかこの通りすがりにたまたまアニメのナレーションできたんだっていうちょっとした喜びかなっていうのもあるし、旧字体だったっていうそのエピソード、まあ、怖い怖がらせ方が結構好きだった。ゾッとする感じだった、うん、でもその例もさまさか取り付いた相手がエロアニメのナレーションだったら思わない。そうだね今それそうだよね、うん、ちょっとあ私あそうナレーションしようかなと思ったらえこれ何ロリアニメってなってたの、うん、恨みつらみが空回りしそうだよね。しそう成仏しそう一周回って、うん、それでも心不全で言ってるからなちょっといろいろやりきれないな、ね、やっぱ S さんが亡くなったのは。なんだこのエピソード亡くなってるんだよな。なんかどういう感情でいたらいいんだこれ。ちょっとこれは考察の違いが、うん、もう入り組みすぎてる。いやーそっか。でもおめわんによってめっちゃ好きなエピソードになった私これ。おめわんは引き続き探していきます、はいはい、すいません。でそれでおまけの話よ。はい、おまけ大好き人間だから。一番最初のエピソードに戻って鬼門屋敷の、うん、映像
追加映像みたいな、うんうん、実は映ってたやつの追加映像が、うんうん、披露される、うんうんね、大山一家の惨殺事件の時に、うん、あの真由美ちゃんっていうその女の子兄弟の中でもが逃げ込んでた押し入れが映ってるシーンで、そこにあの映っているものが紹介される、うん、店長はこの巻の中で一番怖い、うん、おまけ映像ながら、うん、確かに最後にさ、戦慄したさらっと映してくるのにさすがだね、うん、造形も怖いし、その映像の背景もあるね、うん、その惨殺された人、うん、事件のことも怖いし、ね、でちょうどその時、うん、あのその女性スタッフの井口さんが悲鳴上げて、あのちょっと前かなに井口さんの髪の毛を引っ張ろうとしてるって、うん、節子さんはが言うんだけど、うんまあ、それは真由美ちゃんが怖いからその何かにすがりたくて井口さんの髪を掴もうとしてる、うん、まさにその時にこの上の方にね、うん、顔が浮かんでるっていうことなんで、いやしみじみこれは最後にちゃんとビビらせてくれる、うんうん、よかった。なんか全体的に6はあんまり締まりのない回というか、怖さ恐怖締まりのない回うち、うん、そうだね、こう見ててさ、うー今の怖かったよなっていう瞬間はあんまない。これ我々の説明のせいかな。あそうかな。なんか、まあ、なんか全体的に締まりのない回だと思うんだけど、最後にこうグッと締めてくれた感じはある、うん、うんうんうん、うん、いよいよこれで完結なのかな大山一家、うん、だと鬼門屋敷は、うんうん、いやなんか、うんはい、結構長い間の付き合いだったけど、うん、楽しかった鬼門屋敷っていう、はい、な感じで、まあ、6巻が終わりで、で本来は次は樹海スペシャルなんだけど、樹海スペシャルは手に入っていないので、はい、次は7になると思います、はいはい、はい。というわけで本当のマラソン本当にあった呪いのビデオ6でした。はい、ありがとうございました、はいはい、それではおやすみなさい。おやすみなさい。